これより最終クォーター第4クォーターに入ります。攻守方向入れ替わり、ユニコーン自陣49ヤードからサーダウン8で試合再開です。ここでホイッスル。ユニコーン、ここで後半1回目のタイムアウトを取ります。第4クォーターその最初のワンプレー目でユニコーン後半1回目のタイムアウトを取りました。ここで行おうとしているプレー、どのようなプレーなんでしょうか。試合再開となります。ユニコーン自陣49ヤードからサーダウン8。ナイスラン、ファースター。クォーターバック11番、ハンドオフオプションで自らキープ。タクスを見せ、自ら中央突破をしまして攻撃権更新です。ここでレフリータイムアウトが入ります。攻撃権更新です。ユニコーン、ファースター。見事な、なんで攻撃権更新を果たしました。ユニコーン、クォーターバック11番は島田。神奈川大学出身のプレイヤーです。ユニコーン相手陣43ヤードからファーストアンテ。クォーターバック11番、再びハンドオフオプションで自らキープ。密集点を総力で突っ切ってそのまま攻撃権更新です。ユニコーンファースター。クォーターバック11番の島田、ここで自らの総力により状況の打開を図ってまいりました。ユニコーン相手陣32ヤードからファーストダウン10。今度はランニング枠に託します。オプションプレーでランニング枠にボールをハンドオフし中央突破させました。キャリア5番、密集点をつきましたが、しかしこれは CA コルベッツディフェンスライン踏ん張りましてノーゲイン。ダウン一つ失う形になりましてセカンドダウンに変わります。トップマン様、メッセージありがとうございます。この会場にお越しいただけない方々にもこの配信でその試合の状況をご堪能いただけて大変光栄に思います。ナイスタック。ここでユニコーンはドロープレー、パスに見せかけたランプレーでランニング枠5番の総力により攻撃権更新を図りました。大きく空いていましたが、これをしかしコルベッツ4番が素晴らしいタックルをしまして攻撃権更新には至らせておりません。サードダウンに変わります。素晴らしいタックルで対応しました。 CA コルベッツ4番は江崎、琉球大学出身のプレイヤー。この選手も福岡サンズ元プレイヤーであります。ユニコーンサードダウン9。
ス不成功。ここでクォーターバック11番一気にエンドゾーンへのパス、一気にタッチダウンパスを狙うロングパスを投じました。ターゲット4番でしたが、しかしこれはコルベッツディフェンス陣がダブルカバーしパス不成功としました。ユニコーンフォースダウンに変わります。ユニコーン、ここで後半2回目のタイムアウトを使います。ここを勝負どころと感じましたでしょうか。ここのシリーズで2回タイムアウトを消費しました。ユニコーン後半2回目のタイムアウトが解けました。試合再開となります。ボールオン相手陣31ヤードからユニコーンフォースダウン9。プレーを選択します。フォースダウンギャンブル。攻撃権更新に必要なこの9ヤードを取ることができるでしょうか。インターセプト。ユニコーンここでパスによる攻撃権更新を図りましたが、それを CA コルベッツ2番がインターセプトし攻守交代となります。攻撃権はこれにより CA コルベッツに攻撃権が移る形になりました。インターセプトしましたのは CA コルベッツの2番酒井、九州産業大学出身のプレイヤーです。CA コルベッツ自陣20ヤードからファーストダウン10。クォーターバック14番ラニワク5番にフレアパス、プレッシャーありながら5番これを見事にキャッチし、そこからキャッチアンドラン、約7ヤードのゲインに変えています。見事なステップ踏みました CA コルベッツ5番は久野、福岡大学出身のプレイヤーです。CA コルベッツ自陣27ヤードからセカンドダウン3。ここでホイッスル、イエローフラッグ、反則が発生しています。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。オフェンスチームは揃ってスタートしなければいけません。5ヤード抜体としセカンドダウンやり直しになります。CA コルベッツセカンドダウン8、ボールオンは自陣23ヤード。パス不成功、しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。ボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。押すことだけが許されています。反則発生地点から10ヤード抜体しセカンドダウンやり直しとなります。
シーエコルベッツ自陣12ヤードからセカンドダウン18。パス成功。ナイスパス、パスだ。ここでクォーターバックは左サイドライン際にいたワイドレシーバー8番にパス。8番、これを見事なステップワークでキャッチし、そこからキャッチアンドランで攻撃権更新です。 CA コルベッツファースター。素晴らしいキャッチアンドラン決めましたのは CA コルベッツ8番の小原、久留米大学出身のプレイヤーです。さあ、ここで中央へのランプレー。キャリア5番ハンドオフから中央突破を図り約2ヤードのゲイン。ランニング5番は久野、福岡大学出身のプレイヤーです。CI コルバッツセカンドダウン8、ボールオン自陣35ヤード。ナイスラン。ワイドレシーバー8番ヒッチパスをキャッチして、そこからキャッチアンドラン、プレッシャーありましたがこれをかわして約4ヤードのゲインとしています。シーエコルベツ自陣39ヤードからサーダウン4。パス不成功。ここでクォーターバック14番奥にいましたワイドレシーバー22番にパスを投じましたが、このパスコントロール合わず、パス不成功となっています。ここでウォーターブレイクが入ります。この配信は九州社会人アメリカンフットボール協会の協力によりまして実現しております。この配信によりまして、この会場にお越しいただくことがかなわないご幼少の方、ご高齢の方、ご病床に伏せられている方、海外など遠方地にありまして、この地に赴くことができない方々にもこの試合をご覧いただくことが可能になりました。協会の方々、そして両チームのご厚情、大変ありがとうございます。できる限りそのご期待に応えられるよう全力を尽くしたいと思います。試合再開となります。 CA コルベッツフォースダウン4、パントフォーメーションを選択しました。このパントはユニコーン陣30ヤード付近を超えた付近でボールデッドとなりました。この位置の攻守交代となります。攻撃権はユニコーンに変わりました。ダンちゃん様、メッセージありがとうございます。両チームの奮闘に期待したところです。ユニコーンボールオン自陣27ヤードからファーストダウン10。さあ、まず中央へのランプレー。ハンドオフを受けまして、ランニングバック5番、見事なステップワークで約5ヤードのゲインとしています。ユニコーン5番は栗原、福岡教育大学出身。
ユニコーンセカンドダウン5、ボールオンは自陣33ヤード。パス不成功。ここでクォーターバック11番ワイドレシーバー13番にパスを投じましたが、このパスはコントロールミス、ダウン1つ失ってサードダウンに変わります。ユニコーンサードダウン5、ボールオンは自陣33ヤード。これはコルベッツナイスディフェンス。クォーターバック4番自らの走力で左オープンをランで突破しようとしましたが、これはコルベッツが対応しまして、このランプレー攻撃権更新に至らせておりません。フォースダウンに変わります。ユニコーンフォースダウン4、パントフォーメーションを選択します。ボールオン自陣33ヤード。このパントはコルベッツ陣35ヤードを超えたところで外へ出ました。この位置での攻守交代となります。攻撃権は CA コルベッツに変わります。試合時間は残り3分51秒となりました。CA コルベッツ自陣34ヤードからファーストダウン10、試合時間残り3分51秒。パス成功。クォーターバック14番ワイドレシーバー22番にパスを通しまして、約6ヤードのゲインを果たしています。パスを投じたクォーターバック14番は松田、立命館大学出身。取りましたワイドレシーバー22番は柴田、九州産業大学出身です。ゲイン8ヤードに訂正します。 CA コルベッツセカンドダウン2、ボールオンは自陣42ヤード。パス不成功。クォーターバック14番、ワイドレシーバー22番にパスを投じましたが、このパスわずかにタイミング合わず、パス不成功となっています。ダウン一つ失ってサードダウンに変わります。CA コルベッツサードダウン2、ボールオン自陣43ヤード。さあ中央ダウンプレー、攻撃権更新ファースター。ここでコルベッツ中央へのランプレーにより攻撃権更新を果たしました。 CA コルベッツファースター。コルベッツ自陣48ヤードからファーストダウン10。ファースター。クォーターバック16番、今度は中央に走り込んだワイドレシーバー8番にパスを投じ、
8番これを逆リードながら見事にキャッチしまして攻撃権更新です。 CA コルベッツファースター、 CA コルベッツ相手陣39ヤードの位置に攻め込みました。この位置から CA コルベッツファースターアンテン、パス不成功。クォーターバック14番プレッシャーをかわしながらワイドレシーバー8番にパスを投じましたが、このパスはオーバースローでした。パス不成功でダウン1つ失ってセカンドダウンに変わります。CA コルベッツセカンドダウン10、ボールオン相手陣39ヤード、試合時間残り2分5秒。パス不成功。クォーターバック14番プレッシャー来る中、ワイドレシーバー22番にパスを投じましたが、このパスも合わずパス不成功です。サードダウンに変わります。CA コルベッツ相手陣39ヤードからサードダウン10、試合時間残り1分57秒。キュービーサーク、ここでパスを投じようとしたコルベッツ14番、しかしそれをユニコーン57番が猛追し、キュービーサーク大きくロスを奪いました。見事 QB サックをしましたユニコーン57番は篠田、中央大学出身。CA コルベッツフォースダウン20、ボールオンは相手陣49ヤードパントフォーメーションを選択します。このパントはユニコーン陣39ヤード付近でボールデッドとなりました。攻守交代となります。ユニコーン自陣37ヤードからファーストダウン10、試合時間残り59秒。パス成功。クォーターバック11番、ワイドレシーバー13番にパスを通しまして約6ヤードのゲイン。パスを取りましたのはユニコーン13番の吉田、今日福岡教育大学出身。ユニコーンセカンドダウン4、パス不成功。クォーターバック右に流れながらパスを投じましたが、このパスは不成功です。ダウン1つ失ってサードダウンに変わります。なおユニコーンクォーターバックは4番の迫田に変わっておりました。失礼いたしました。ユニコーンサードダウン4、ボールオン自陣44ヤード、試合時間残り18秒。
パス成功。さあさあクォーターバック4番ワイドレシーバー13番にパスを通しまして攻撃権更新です。ユニコーンファースター。ここでユニコーン後半最後のタイムアウトを使いました。ここでユニコーンタイムアウトを使います。前半3回目のタイムアウトです。後半3回目のタイムアウト。残り時間10秒となっております。ユニコーンこれで試合の時間を止める手段はこれでなくなりました。ユニコーン相手陣42ヤードからファーストダウン10。試合時間残り10秒。パス不成功。内側に切れ込んできたワイドレシーバー9番へのパスでしたがこのパスはショート。パス不成功でセカンドダウンに変わります。前パス失敗ですとそこでプレーは一旦時計は止まります。試合時間残り6秒。ユニコーンセカンドダウン10。ボールオン相手陣42ヤード。試合時間残り6秒。パス不成功。しかしイエローフラッグ反則が発生しています。オフェンスの反則です。ホールディング。相手選手を掴んでおりました。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりましてユニコーン7点、 CA コルベッツ7点、両者同点で引き分けという形になりました。ここで試合そのものは一旦終了となりましてタイブレイク延長戦に入ります。延長戦はタイブレイク方式を取ります。ボールの開始点を相手陣25ヤードの位置にセットしこの位置から双方1回ずつ攻撃を行う形になります。攻撃権を行使し4回で10ヤードを取れば攻撃権がリセットできる。このルールは今までと変わりません。しかし得点を上げその後守備に回り相手の攻撃を防ぎあるいは守備側が前半の先行になる攻撃を防いで後半の攻撃で点を取るあるいはインターセプトなどで点を取ることによってその先行後攻の優劣伴ってのリードを取った方が勝ちという形になります。双方ともの攻撃が同点であった場合は再びその2回目の延長戦に入ります。サドンデスに入ります。その先行後攻を決めるコイントスが今から行われます。先行は CA コルベッツとなりました。相手陣25ヤードから CA コルベッツまず先行の攻撃に入ります。
相手陣25ヤードからコルベッツは攻撃を開始し、4回でタッチダウンを狙うか、あるいは10ヤードを獲得し攻撃権更新を図る形で何らかの形で得点を上げることが求められます。ここで得点をユニコーン防ぎますと、次この時にコルベッツがもしフィールドゴールで終わった場合、ユニコーンはフィールドゴールですとその延長戦継続、タッチダウンですとこれユニコーンの勝利という形になります。言い換えるとコルベッツがタッチダウンを上げ、もし2ポイントを決めた場合には同じくタッチダウン2ポイントを上げないとこれユニコーンの負けという形になります。さあまず最初の攻撃に入ります。 CA コルベッツ相手陣25ヤードからファーストダウン10、ナイスパスカット。まず外にランニングバックへのパスを投じようとしましたが、しかしこれをユニコーンディフェンスラインマンが見事にパスカットし、パス不成功に終わらせました。ダウン一つ失いコルベッツセカンドダウンに入ります。CA コルベッツ相手陣25ヤードからセカンドダウンって、パスは成功。クォーターバック14番ワイドレシーバー44番にパスを通しまして約3ヤードのゲインを果たしております。しかし攻撃権更新、残り距離7ヤードを残しております。 CA コルベッツサードダウン7の状況に入りました。ボールオンは相手陣22ヤード。ここで攻撃権更新ならず、攻撃権を渡すと次のディフェンスの際に相手ユニコーンを0点にしない限り負けとなります。ナイスパス。クォーターバック14番見事なステップワークで相手プレッシャーをかわしながらランニングバック5番にパスを投じました。しかし攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。さあ CA コルベッツこのフォースダウン3をどのような選択とするでしょうか。プレイヤーを入れ替えました。CA コルベッツここで後半1回目のタイムアウトを取ります。さあそのタイムアウトを使いましてどのような選択をしたでしょうか。フォーメーションを変えましてフィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。キックレングス35ヤードのフィールドゴールを決めることができるでしょうか。キッカーは19番の小倉。キック成功、3点獲得です。 CA コルベッツここでフォースダウンでフィールドゴールの選択をしました。このフィールドゴール見事決めまして3点獲得。これにより CA コルベッツまず3点、結果的に得点を上げる形に成功しました。攻守変わりまして今度はユニコーン高校の攻撃に入ります。ユニコーンここで3点以上上げなければ敗戦確定です。ユニコーン相手陣25ヤードからファーストダウン10、攻守変わりユニコーンの攻撃に入ります。高校のまず1点目はどのようなプレーか。
フルバックのランプレーでまず中央突破を図りました。キャリア29番密集点つきまして約4ヤードのゲイン。ユニコーンセカンドダウン6に入ります。ボールオン相手陣21ヤード。コルベッツナイスディフェンス。ここでユニコーンはオプションプレーを選択しました。ピッチを受けた5番の総力にかけましたが、しかしユニコーンディフェンス陣集まりよく見事対応し、約2ヤードロスに変えました。ユニコーン相手陣23ヤードからサーダン8。さあ再びオプションプレー、今度は右サイドに展開し、何枠5番ピッチを受けて右オープン突破を図りましたが、攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンと変わります。ここでユニコーンもタイムアウト1回目を使います。ここでユニコーンのタイムアウト。双方ともこの延長戦で用意されていたタイムアウトは一つだけです。従いまして双方ともタイムアウトを使い尽くしました。さあ同じ状況で先ほど CA コルベッツはフィールドゴールを選択し、これを見事成功しました。同じフォースダウン3の状況でユニコーンどのような選択をするでしょうか。同点を狙うフィールドゴールか、あるいは逆転を狙うタッチダウンか。ユニコーン逆転を狙うタッチダウンを狙うフォースダウンギャンブルに入ります。さあフルバックのダイブプレー、攻撃権更新です。ユニコーンファーストダウンギャンブル成功。ここで本日の最も活躍しておりましたフルバック29番のダイブプレーにより攻撃権更新としました。ユニコーン1回目の攻撃に戻ります。ユニコーンファーストダウン、これによりボールオンは相手陣14ヤードの位置に入りました。ユニコーンファーストダウン10。さあ再びフルバックの大プレー、オフェンスラインの力も加え29番さらに密集点も売り込んで2ヤードゲインとしています。ユニコーン相手陣12ヤードからセカンドダウン8。これはディフェンスナイスプレー、ナイスプレー。今度はテイリーバック5番に持たせて左オフタックルへのパワープレーでしたが、これをコルベッツディフェンスライン陣奮闘しましてノーゲインとしています。ここで負傷者が発生しているためレフェリータイムアウトが入っております。
荒木様、はい、この試合は延長戦があるようです。私も今状況に入りまして、その状況を確認できたところであります。タイブレークは非常に特殊な延長戦ではありますが、しかし双方ともに決着をつける、その力量、公平さにおいて私は非常に好ましいルールだと思っています。そしてここでホースダウンの状況、お互い全く異なった形で現在ユニコーンが攻撃を継続しております。非常に面白い状況、果たしてこの攻防どうなるでしょうか。試合再開です。ユニコーン相手陣12ヤードからサーダウン8。さあクォーターバック4番失礼11番ハンドオフェイから左にブーツレックのランプレー、むき出しの状態で左オープン突破を図りましたが、しかし攻撃権更新に至っておりません。フォースダウンに変わります。さあ先ほどのフォースダウンはプレーを選択するギャンブルを選択しました。ここでも再びフォースダウンに入ります。攻撃権更新、必要距離は4ヤード、ボールオンは相手陣8ヤード。ここでユニコーンフォーメーションを変えました。フィードゴールトライ、キックレングス28ヤードのフィールドゴールにかけます。キック成功、3点獲得。ユニコーンこれをフィードゴール決めまして、まず一旦この攻防3対3引き分けで2回目の延長戦に入る選択と決めました。これによりサドンデスタイブレイク2回目に入ります。双方ともこの延長戦タイブレイク、その攻防ともにフィールドゴールを決める形で3対3引き分けという形になりました。決着つきませんでしたので再延長の2回目のタイブレイクに入ります。相手陣25ヤードから CA コルベッツファーストダウン10。パス不成功。まず内側に入ってきたワイドレシーバーにパスを投じましたが、このパスキャッチすることできず、パス不成功となりました。セカンドダウンに変わります。相手陣25ヤードから CA コルベッツセカンドダウン10。パス成功。クォーターバック14番ワイドレシーバー22番にパスを通しまして約8ヤードのゲインを奪っています。攻撃権更新には至っておりませんのでサードダウンに変わります。先ほどから選手名の故障は省略させていただいております。ご了承ください。決着となりますプレーではお読み上げしたいと思います。シエコルベッツサダウン2。ナイスファースト。ここで中央アタランプレーを敢行、見事ディフェンスの裏をついてその隙間を縫って攻撃権更新です。シエコルベッツファースト。これにより CA コルベッツ相手陣9ヤードに入ってファーストアンドゥーゴールの状況になります。 CA コルベッツファーストアンドゥーゴール。パス成功。さあどこまで行くか。ナイスキャッチアンドラー。ランニングバック番左に展開してのフレアパスをキャッチし、そこから一気にサイドライン際駆け上がって相手陣1ヤードの2ヤードの位置に入り込みました。
ダウン1つ失いますが、 CA コルベッツ相手陣2ヤードの位置からの攻撃になります。 CA コルベッツ相手陣2ヤードからセカンドダウン2ゴール。ここで中央でランプレーを続行、託されましたキャリア5番、見事密集点突破しました。エンドゾーン入り込んでタッチダウン、 CA コルベッツ6点獲得としました。見事タッチダウン決めたランニング枠5番は久野、福岡大学出身のチームバイスキャプテン。そしてタッチダウンの後のワンプレートライフォーポイントに入ります。さあここでプレーをします。キックではありません。2点を狙う2ポイントコンバージョンを選択しました。パス不成功、これをパスで突破しようとしました CA コルベッツ。しかしワイドレシーバー21番をユニコーン見事にカバーしまして、このプレーを失敗としました。6点止まり、結果的に CA コルベッツ得点は6点となりました。このトライフォーポイントの成否も後半のこの高校となるユニコーンの選択肢に大きく影響をします。さあこれによりまず先行であるコルベッツがタッチダウンを上げる形に成功し、6点先制する格好になりました。高校となるユニコーンはタッチダウンを上げない限り敗戦となります。ボールオン相手陣25ヤードからユニコーンファーストダウン10。パス不成功、ここでクォーターバック1番いきなりプレーアクションからエンドゾーンへのパス、一気にタッチダウンを狙いました。しかしこれをコルベッツ22番が見事にカバーし、パス不成功としています。ユニコーン攻撃権一つ失いセカンドダウンに変わります。ユニコーン相手陣25ヤードからセカンドダウン10。さあここでカウンタードロー、クォーターバックの逆をランニングバックに走らせました。すれ違いざまでロングゲイン図りましたが、しかしコルベッツ対応し約3ヤードのゲインにとどめています。キャリアは5番のプレイヤーでした。ユニコーン相手陣23ヤードからサーダウン8。シャベルパスを投じましたが、そのパスを取ったのはコルベッツ53番、これをインターセプトにより攻撃権喪失となりました。試合終了です。タイブレークの結果、ユニコーン10点 CA コルベッツ16点となりまして、 CA コルベッツの勝利となりました。 CA コルベッツ逆転でブラウンボール出場決定です。この土壇場で見事なインターセプトを取りましたのは CA コルベッツ53番の梶原でした。九州産業大学出身のプレイヤーはここで素晴らしい仕事を決めました。
シエコルベッツリーグ戦3位という厳しい状況の中、この順位決定戦に出ましたが、見事この大勝負を決めまして、タイブレーク、その大激戦の末、見事プランボール出場を決めました。素晴らしい戦いぶりでした。コルベッツ見事な戦いぶりでした。おめでとうございます。本日はご声援ありがとうございました。ユニコーンはこれで今シーズン終了となりますが、このペースは来年以降でぶつけていこうと思いますので、来年以降もよろしくお願いします。気をつけ、はい、ユニコーン優勝候補の一角にありながら、しかしここで無念のシーズン終了を迎えます。しかしその名にふさわしい見事な戦いぶりでした。ナイスゲーム、ナイスファイトでした。九州社会人アメリカンフットボールリーグプランボールトーナメント順位決定戦は延長戦に入る白熱した一戦となりました。その再延長の結果、最終的に勝利したのは CA コルベッツとなり、 CA コルベッツ逆転でプランボール出場を獲得となりました。これにより CA コルベッツは来る12月11日に平和台陸上競技場で行います熊本マーベリックスとの九州社会人アメリカンフットボール2022年チャンピオン決定戦であるプランボール出場となります。この配信、この試合が果たしてどのような結末になるのか、非常に楽しみな形で私も期待しております。その試合も九州社会人アメリカンフットボール協会の皆様のご好意によりまして撮影させていただくことになっております。もしお越しいただける方はぜひ会場でご覧ください。かなわない方はぜひこの中継でその熱狂をお伝え、ご観戦いただければ嬉しく思います。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーがもたしてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に挑み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進む、この物語の続きを楽しみとしつつ、本日の配信は終わらせていただきます。皆様、長時間のご視聴ご観戦ありがとうございました。多くの方々に応援メッセージチャットいただけた方も大変心強く思っております。その配信本日実行させていただきましたのは私、道楽屋一夜でした。それでは失礼いたします。